皆さんこんにちは、キリアです。三国志14続きをプレイしていきたいと思います。さあこちら、前回この孫子軍を攻め込みまして、こちら曹操たちの軍がこの海景に近づいていっている、そしてこちらの芝居たちの軍がこの建安へ向かっているところです。そしてさらに西の方ではこちら関羽たちの軍、こちらの軍がこの剣閣へ向けて出陣中。ではこちら進めていきましょう。さあこちら関羽たちは、おっと、頼むぞ。関羽たちはもう少し時間がかかりそうですが、まずは東の方のこちらの方が早いかな。さあこちら東の方はこの海景のところに近づいてきたところ、勝者がたどり着くのはこの次のターンくらいになるか。そしてこちら関羽がここの剣閣まで近づいてきました。そしたらまずはこちら海景から敵の部隊が出てくるかどうか。ここから出ては来ないか。よろしくお願いいたします。敵の部隊は特に出てこない。役立ってみせる。そしたら西の方、こちら剣閣の方に関羽が来ましたね。剣閣のところに関羽がやってきて、そしてここでこの剣閣を攻めていく。忠誠を誓おう。さあこの関羽の周りにこの劉備、張飛、張雲がやってきて、忠誠を。お、これで馬頭も投与できた。報告が。これで剣閣の耐久度が6000あるんですが、今ので、2000近く減らしたので、あと2ターンあれば壊せそうですね。そしてこちら海家の、あれ出てきてる、あれ最初的に出てきてなかったですよね。後から出てくることもあるのか。こちら孫遊隊が出てきていますが、まあこれは、特に問題ないでしょう。宗神花公園でこちらを倒して、そして、利天と学信で海家を破壊していく。で後ろから援軍来てますけど、これどうなのかな。こっちまで届くのかどうか。まあ来たとしてもそんなに兵士数多くないですし、でその分建安も手薄になっていくので、このまま攻めていきましょうか。さあではこちら進んでいきましょう。さあこれで勝者部隊が取り付いて、これで海景が残り半分。そしてこちら孫遊隊も残り、兵士数がどんどん減っていって、よし、ここで撃破。これで、おっと、これで海景が残り1/5。そして早々にこちら戦略使えるようになりましたけど、戦法使えるようになりましたけど、まあこれはいっか。よし、ここで海景落としましたね。これで海景を制圧しました。よし。さあこれ、あ待てよ、これ全員海景の中に、うわ孫子全員海景の中に入るようにしちゃったけど、周りの増援部隊を相手にする部隊も残しておいた方が良かったか。そしてこちら孫子を捕らえた。この孫子はまた解放しましょう。この恩は忘れません。さあこちら孫子を解放して、そして、こちらを捕らえた関東女子、孫翼、孫老、この辺りいますが、まあこちらも全員投与してダメですね。あ、大使にもいたんだ。そしたらこちら全員捕虜にしておきましょう。さあこれで全員こちら海家の中に入って、報告が。そしてここでこの近づいていた部隊は兵站切れている。こちらも兵站切れか。そしたらこちら曹操、花公園、宗神全員奉仕で兵士1万持たせて、こちら攻撃させましょうか。これここら辺にいる敵を倒したら今度こっちに向かってもらいたいけど、そういうのはできないですよね。敵接近時攻撃にした状態でこっちを攻撃目標にすれば大丈夫か。これで行ってみましょう。全力を尽くせ。よし。そして芝居たちは、建安までもう少しかかりそう。そしてこちら関羽たちは、剣閣耐久度残り1600。これで次のターンでいけそうですね。よし、ここはこのまま剣閣を落としてもらいましょう。さあではこちら進めていきましょう。こちら曹操たちがやってきて、よし、これ敵の部隊を撃破。よし、これ2部隊とも倒しましたね。そして南の方へさらに進軍していく。さあこれで
おっと、これで剣閣落としましたね。よし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 。さあ、これで剣閣を落として、そして関羽が長英を捕らえてきた。こちらは、うん、仲間にはならない。そしたら捕虜にして、逃げられるぞ。そして張飛が劉海を捕らえた。うん、こちらも配下にはならない。さあ、そしてこちら修繕を倒して、報告が。よし、こちら兵士全く減ってない。この3万の部隊、こちらの損耗隊を攻めていきましょう。いい。あ、そして後ろの部隊がこれは帰っていってるのかな。で、芝居たちはここまで来ている。まだもう少し時間かかるか。曹操たちもこのままこっち行っちゃうか。たやすいことだ。こちらの芝居たちの方では、この伝与が勝者持っていますが、こちらからも学信行くか。学信勝者で55日か。いらないか一回一応言っとくか。これで行ってみましょう。出陣する。よし。そしてこちら、周曹がまだ入ってきていないけど、剣閣から、そしたら今度指導を攻めていきましょうか。剣閣にいる、そしたらこの5部隊で。よし、ではこれで行ってみましょう。関羽勝者で、それ以外の部隊で、その他の敵を倒していく感じで、こちら行ってみます。はい。趙子龍出陣する。よし。さあ、ではこちら剣閣から進めていってみましょうか。さあ、こちらでよろしくお願いいたします。剣閣から進みましたけど、指導から迎撃部隊はこのターン中には出てきてないですね。そしたら東、こちらの方で、曹操が、あまり意味ないかもしれないけど、ギブの強を使いましょうか。ここでギブの強。曹操の戦というものを見せてやる。よし。さあ、これで損耗隊を撃破。これで、さらにこちらの建安へ向けて出撃していきます。これを。さあ、これで東のこの花公園隊が早いですね。失踪持ちの花公園がここまで来ていて、そしてこの芝居隊の方は勝者が少し遅れているので、ちょっとこの辺で待機しておきましょうか。やろう。さあ、こちらここまで近づいてきました。これで今こちら兵糧がもうすぐなくなりそうという、印もつけついていますが、こちらは輸送部隊がもうすぐ届くので大丈夫です。これを。これ勝者部隊がまだ、やっぱりこの山道でもう少しかかるか。そしてこちら輸送部隊、小京がいますね。実は今大京がこの炎章のいる行にいるんですよ。ちょっと今軽傷になっていますが、こちら大京がいるので、小京を捕らえたら、こちら行に連れてきて、以前完成した動脈台で大京小京をはべらすということができそうですね。さあ、そして指導の方は今こんな感じ。もうすぐ、こちら関羽隊が指導を攻めていく。お喜びください。さあ、ではこちら進めていきましょう。増作いたしました。こちら建安から、特に部隊が出てくることはなさそうですね。おっと、そしてこちら剣閣、5分の1まで減らしました。ちょっと待って、そしたら剣閣の方も特に、敵の部隊が来ることはない。おっと、これで指導5分の1になって、そして今、芝居の方でこちらが使えるようになった。あ、これは敵がこっちまで来たのか。そしたらこれは新規妙算を使ってしまいましょう。まずいですね。勝ってから戦うのがこの芝居の戦だ。新規妙算。さあ、これで敵を状態異常にして、そしてさらに張飛が罵声を使える。こちら指導に向かって罵声を浴びせる。行くぞ。よし、こちらに。さあ、そしてこちら部隊の兵糧が足りなくなりそうなマークがついているけど、再走1ヶ月以内に兵糧枯渇の恐れ。あ、これかなり、そっか、これ都市から離れるごとに兵糧の指数がさらに大きくなっていくんですよね。これ結構後ろから輸送部隊送っていたんですけど、それでも足りないか。到着まで31日。あれ、これ間に合うか。行くか。
あと2ターンくらいでなくなるぞ。商人がいない。その前になんとしてもこの懸案を落とさなければ。さあ、ではこれで進めていきましょう。流氷軍との仲がどんどん悪くなっていく。お、これでシードを落としましたね。よし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 。こちら、関羽たちがシードオーブを落とした。シードを制圧。さあ、これで、紅海、定期、そして妖怪、この3人を捕らえたところですが、全員投与失敗。そしたら、これは捕虜にしておいて、さあ、これで、こちら、孫生隊を撃破。そして、劉表と炎章。不和になったぞ。同盟結んでるのに。あっと、太子寺が。こちらに。そしたらもうこれは、伝与隊ここまで来ている。そしてこちら勝者、学進隊がここまで来ているので、おや、もうこれ道を開けてこっちまで行っちゃいましょうか。そしてこちらの祭祖兵糧商人がいない、米が買えない。もう1ターンを持つか。もう1ターン持つ。ただこちらの輸送部隊がまだ届くのにあと2ターンかかる。さあ、ではこれで懸案を落としにかかりましょう。役に立とう。さあ、こちらここまで近づいていって、よろしく頼む。まだ、こちら勝者部隊がもう少し時間かかりそうか。こちらに。あっと、劉将軍が指導方面に向かって進行中。これは指導方面、こちらの部隊か。砲隊、いや、これは補修に来ている。こちらか。この雷動隊がここを取りに来てるのか。そしたらこちらどうするかな。呂布たちも一応いるんですよね。以前この馬頭軍を攻めていた呂布たちをこっちの指導に移動させたので、そしたら呂布、長領、高順、呂霊騎、この辺りで迎撃に出るか。こちらでどうするかな。この雷動隊を攻撃しに行きましょうか。攻撃目標で出陣する。よし、これで行ってみましょう。あとこっち側にも出ているけど、これは、これは劉表軍と戦ってるんだ。劉将軍、そっか、劉表軍と劉将軍が結構戦っているから、それでこの劉表軍を弱体化させるために2個強食の刑を使ってきていたのか。そしてこの祭祖兵糧がなくなりそうな祭祖商人がいない。マジか。これ次兵糧枯渇するぞ。こちらの輸送部隊が、あと2ターンかかるので、次のターン芝居たちの米がなくなる。ではこれで進めてみましょう。さあ、こちらで魅力を働きます。これで曹操がこの懸案まで来て、そしたら拠点混乱しましょうか。拠点に混乱付与。さあ、これでよろしくお願いいたします。これで百応援から逃げられると思うな。妙祭連戦と読むのかな。さあ、これで、ダメージを与える。よろしくお願いいたします。そして芝居がここで新規妙算を、これを懸案の都市に向かって撃つ。勝ってから戦うのが。死者が面会を望んでいます。おっと、そして孫氏からの使者。お、これは孫氏の夫の陸孫がやってきて、孫公と関東を解放していただきたい。そっか、これ孫氏軍を降伏させるという手もあるんですよね。そしたらこれ孫公、関東はかなり強い武将ですけど、まあこれ承諾してみましょうか。ただこれ承諾したとしてもすぐに関係悪化するか、攻めてるから。お、そして孫権が、こちら劉表軍に贈り物をして、なんとか友好まで回復させて、そして孫氏と倹約になる。すぐに倹約になる。で、一気に敵視になって、これ、勝者部隊がもう少し。兵糧不足、士気が低下。こちらに。勝者部隊がこちら、学進があと2マス、そして伝与があと1マスというところまでやってきた。で、先にこの海警を出発した輸送部隊がもうここまで来てしまっている。
そしてこの最早に兵糧5万が、あともうすぐ到着するところ、商人がまだいない。まあこのまま行きましょうか。うん、そして指導の方は、あれまだ全然移動してないな。奉仕とかにすればよかったか？うん、まあいいか。これで、こちらの雷動隊を攻めていきましょう。お喜びくだされ。さあ、ではこちら、懸案をさらに攻めていきます。おっと、これで懸案。勝者部隊がまだ届いていないんですが、もうこの大軍勢の攻撃で、残りあと半分まで減らしました。そしてこちら兵糧が、あっと届きましたね、電用がここ、懸案に取り付いた。で兵糧が届いているはずなんですが、こちらの芝居たちがまだ兵糧不足のマークは取れない。これは次のターンにならないとダメなのか。さあ、そして孫権がこちらに、流氷軍のところに到着して、さらに贈り物を送る、この意味のない名品の宝物を送っています。これで、あっと親密にはならないんだ。安い宝物を送ったんですが、親密にはならずに、そしてここで落としましたね。よし、ようやくこの懸案を落としました。懸案制圧。よし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 。さあ、こちらの武将を捕らえて、じゃあ投与していきましょう。あっと周遊がいた。ただ誰も入らない。周遊、周隊、この辺もいますね。賞金、主治、ではこちらを捕虜にして、そしてで西の方では、さあ、こちら指導のところ、今こんな感じですね。敵の雷動隊もここまで来ている。そして炎章と流氷軍の同盟が、期間終了。こちらに。さあ、これでこちらの車検隊、これは止水艦に入るのか。うん、とりあえず雷動を迎え撃ちましょうか。さあ、これで降伏勧告、劉表にはダメか。うん、劉表には降伏勧告届かないので、そしたらこれは劉表と同盟を結びましょうか。そしたら金を送って、これでお任せください。劉表と同盟を結ぶ。んで、あとこちら孫氏隊がこの南海一都市だけですけど、結構遠いので、捕虜解放して孫氏との友好度をお持ちしました。開けておきましょうか。見学になって、とりあえず宴会して、お喜びください。あとはこれは劉将軍か。これ自分で捕虜解放しても友好度上がらないんですよね。相手から外交で捕虜を返してくれと言ってくるか、それかこちらの提案で捕虜を返さないと友好度は上がらないので、とりあえず今はこれしかできない。で、こちら、孫氏への降伏勧告は無理か。そしたら孫氏に親睦の使者を送るか。まあ普通に攻めちゃってもいいとは思うんだけど、まあとりあえず後ろから輸送部隊とか、あとこちら内政の武将とか移動してくるまでもう少し時間あるので、とりあえず孫氏と、ちょっと友好関係を結んでいきましょうか。あとはこちら師匠軍との同盟期間が残り2ヶ月なので、師匠軍もこの孫氏の南海を落として師匠と接触するようになったら降伏してくれるかな。そしてあとこちら西の方では、この呂布たちが、この雷動隊を攻めていますが、あとはここ止水艦の方を攻めていってもいいか。とりあえずこの雷動を攻めていって、指導から勝者部隊を止水艦に向けて出動させる。うん、ちょっとその辺様子を見ながらまた進めていくことにしましょう。よし。これで、炎章軍がもうだいぶこちらの中国大陸制覇しているところですが、これどうしようかな。あともう、消化試合に近いんですよね、残り。ここまで来ちゃうと。そして、これ、イベントで、この中間エンディングというのが以前追加されまして、天下のほとんどを支配下に置いた君主は残る勢力を攻め滅ぼし、天下を統一する。もう最後のあの消化試合をカットするような、そういうのもありますので、これが自勢力が支配している都市の数が35以上、そして自勢力の土地占領率が 70% 以上。これで今、炎章軍が都市32制圧していて、そして土地を 62% 取っているので、あと都市3都市取れば、まあ土地占領率も 70% はおそらく超えるでしょう。そしたらこの中間エンディングを目指して、次回一気に進めていきましょうか。それでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。
最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画の評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。